ということでですね、今回ですね、コラボ動画でございます。もう何回もコラボさせていただいておりますけども、私といえば、味の素ですね。はい、ということで、今回は味の素さんとのコラボでございます。で、今回使うのは、味バンダジャンのね、味の素でございます。でですね、今回作るのはですね、まあ僕、至高シリーズを結構やってるんです。至高シリーズっていうのは、基本の料理を僕なりに最高に美味しくするっていう、レシピなんですけども、今回はですね、チャーハンなんですけども、至高のキムチチャーハンなんですよ。これがね、最高に美味しいです。キムチチャーハン、またちょっといつものチャーハンとは違うんですが、僕はなんか至高のチャーハンっていうのを出してて、至高のニンニクチャーハンっていうのも出してて、両方ともすごく好評なんですけども、今回キムチチャーハンはちょっと、ね、作り方が違うんですよ。キムチチャーハンって結構ベタっと しがちなんですけども、今回は絶対にベタっとしない、パラッと美味しく食べられる最高のキムチチャーハン、これを作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、それでは材料説明いきたいと思います。具材ですね、キムチチャーハンなんでキムチ、はい、これね、日本産の甘めのキムチが一番合いますが、なければ普通のキムチでも構いません。できれば日本のキムチの方が美味しいです。で、豚バラ肉ですね。で、あと卵1個ですね。で、あと玉ねぎ、ニンニクですね。で、調味料にごま油、黒胡椒、醤油ですね。はい、あと酒で、あと一番重要な味の素です。これが味を作る一番の調味料になりますんで、これは必ず入れてください。で、あと今ちょっと用意してないですけども、熱々のご飯ね、用意してください。チャーハン作る時はね、ご飯って熱いご飯のがいいので、これは後で、炊きたて、温めたてのものを用意します。はい、それではやっていきたいと思います。まずですね、お野菜を切っていきます。あ、いつものくだりがないじゃんか。今回味の素さんとのコラボなんですけどね、これはね、ものすごく食材の香りを引き立てつつ、味に深みを持たせてくれる、そんな魔法の調味料なんですね。僕から言わせてみると、ということで、そんな味の素に負けないようにですね、これは味を作るんですけども、やっぱ僕を作っている調味料もありまして、それを紹介していきたいと思います。焼酎に炭酸を注いでいただいて、はい、こちらがですね、リュウジの素になります。はい、これが入ると僕がかなり味わいが深くなりますので、はい、飲んでいきたいと思います。いただきます。やっぱ中杯だね。はい、ということでやっていきたいと思います。はい、それではやっていきたいと思います。まずですね、お野菜を切っていきます。これね、玉ねぎなんですけども、他のチャーハンの場合は僕大体長ネギでやってるんですけども、今回ねちょっとね甘みの強いお野菜のが合うので、今回玉ねぎを使います。長ネギより玉ねぎのがね、甘みが結構出ますんで、玉ねぎのが食感が残ります。今回はね、この玉ねぎの食感も使っていきますんで、みじん切りにしていきますね。これね、玉ねぎ意外とこれキムチチャーハンポイントになってきますんで、これね、ぜひ入れてくださいね。4分の1個で、だいたい 50g か 60g ぐらいあればいいです。はい。で、こんな感じでみじん切りしていきますね。まあ、適当にここでざっくりざっくりと切っていただいて。これね、玉ねぎを切るときに涙が出ない方法って知ってます?皆さん。はい。コンタクトレンズすることですね。コンタクトレンズなんて全く涙出ないですよ。これね、本当です。使えない豆知識を披露しちゃいましたね。で、玉ねぎは後で使いますんで、こっちに移動していきます。後で使い方説明しますからね、これね、入れるタイミング重要ですから。はい、そしたらニンニクですね。で、ニンニクはまあもう皮むいて後でおろしますんで、皮むくだけで結構です。はい、で、キムチです。そのまま入れてる方もいらっしゃると思うんですけども、チャーハンのこれ鉄則なんですが、具材を米と同じぐらいの感覚で切り分けると、すごくチャーハンに一体感が出るっていうのがあるんですね。なんでこのキムチ刻みます。なるべくお米の大きさに具材はね合わせていった方がかなりね一体感が出ます。これでね、結構ね中華屋さんのチャーハンっぽくなるんですね。なんでキムチはねちょっと面倒なんですけど、細かく刻んでいただくと火の通りもすごく良くなりますし、このキムチの、ね、味の絡みもね良くなるんですよね。米にねキムチとの旨味がガッと効いてきます。はい、これぐらいね刻んじゃっていいですからね。そしたら最後にお肉です。面倒いんでまな板洗いません。これもできれば米と同じぐらいの細かめに切った方がいいです。これ豚バラね、ない場合はね細肉とかでもいいんですけども、なるべくね油の多いところやっていただいた方がいいですね。この豚の油も旨味になりますんで、本当はねチャーシューとか使うじゃないですか。なんですが
チャーシューじゃなくて豚バラを今回使ってる。チャーシューってなかなか売ってないじゃん。売ってたとしてもちょっと高いから、はい、今回は豚バラね、もしくは豚こまでやってください。じゃあ、包丁は以上になりますんで炒めの工程いきたいと思います。チャーハン作るときにポイントなんですけども、炒めていく前に材料を全部手元に置いてください。今ちょっとご飯温めますんで、ご飯はね温めたものを使ってください。熱々のものの方がパラパラになりやすいんです。じゃあちょっとね、卵もね、卵もこれ割っておきます。はいはい、こんな感じですね。はい、じゃああったかいご飯ね。このチャーハンはなんとですね、パックご飯でもめっちゃ美味しいです。はい、普通に炊いたご飯でもいい、油入れて炊くとかいろいろあるんですけども、これで十分です。はい、どんな米でも美味しくなります、べちゃべちゃじゃなければ。まずですね、ここに火つけます。ごま油大さじ1杯。ごま油ってすごくですね、ご飯にキムチの香りと合うんですよ。なんで今回ごま油の香り、乗せていきます。で、豚バラで、まあ、軽く塩コショウします。で、炒めていきますね。はい、強火で大丈夫ですよ。まずこの豚バラからですね、油を出していきます。本当はね、チャーシューとかでやったりもするんですけども、豚バラでも全然美味しい。特にキムチチャーハンの場合はキムチの旨味がこれから出てくるんでね。はい、でここに入れたいのがこの豚バラの油の旨味です。チャーハンでラードとか使うっていうじゃないですか。なんですけども、ここにですね、豚バラを入れることによってこのごま油と豚のね、脂身から油を出す。そうするとですね、これがご飯に絡まってめちゃめちゃうまいんですよ。チャーハンが家庭でパラパラにならない要因として、油が圧倒的に少なかったりするんで、でここでこの大さじ1杯のごま油とプラスこの豚バラの脂身を出して、油を出していきます。これがご飯と卵と絡むことによってパラッとね、した仕上がりになります。はい、でチリッと油が出てきてるの分かりますか。そしたらですね、キムチ、こいつ炒めます。キムチはね、先に炒めるんですよ。キムチチャーハン後で入れたらキムチの水気が全部出てしまってパラパラに仕上がらない。だから最初にこのキムチ炒めます。だから最初豚キムチを作る、そんな感じです。でここでキムチの水分を十分に出していく。ここでね、香ばしさもつきますし非常に美味しくいけます。ここでちょっと間空けます。ここにスペース作ってください。でここに溶き卵で、溶き卵とすかさずあったかいご飯です、入れてください。で、ほぐしていく。で、ほぐしたら全体混ぜていく。ほら、最初にキムチを入れてるからべちゃってないんですよ、これ。はい、で、ここで味付けいきますよ。ここで味付けなんですからね、これ皆さん。これ黒胡椒、たっぷり入れてください。思ってる3倍、黒胡椒の香りすっごい大事。これぐらい入れてください。で、砂糖小さじ1/2で、砂糖で甘みつけていきますね。で、ここで玉ねぎ。玉ねぎはね、最後の方で加えます。そうするとね、食感も残って甘みも少し出てくるんですね。そしてここでおろしニンニク半かけ分。ニンニクの香りが入るとぐっと良くなりますんで、全体が。はい、ニンニクとキムチの相性は最高で、ここで味の素1、2、3振り、4振り、5振りです。はい、今フェイントしましたねまだ酔いが足りてねえな。で、ここで味の素を加えます。チャーハンに味の素って鉄板なんですよ。なんでかっていうと、味の素って余計な香りを加えずにこのキムチの香りね、キムチの香りでしたりとか卵の香りを生かして作れるんですね。これがね、だしとか中華スープとか入れてしまうと中華スープの香りが移っちゃう、だしの香りが移っちゃう。なので味の素を入れることによってキムチと卵とごま油ね、これの香りが一層引き立つ。なのでここは味の素使ってください。で、最初に入れてるですね、豚バラが動物性なんでイノシン酸なんですけども、イノシン酸と、この味の素の、グルタミン酸が加わることにより相乗効果で旨味がガンと強くなります。これ炒めたらここに最後ですよ、最後に香り付けの醤油、お酒、これも香り付け。最後に水分を入れることによってこれすごく今パラッとしてたんですけども、ちょっとしっとりさせるんですよ。チャーハンはパラッとしたのがうまいと皆さん思ってると思うんですけども、僕はですね、パラッとしつつもしっとりのチャーハン、これが最高だと思ってます。はい、それでは盛り付けに行きたいと思います。じゃあですね、やっていきたいと思います。ちょっとね、今回いつも僕が使ってる金属のボウルがありますんで、ここにね、チャーハンを入れてちょっと形取りたいなっていう。
あの中華さんとかだと お玉でやるんですけど、ご家庭にね中華さんみたいな大きなお玉ないので、こういうのにね入れてやるといいですね。香りやばいんだけど。めっちゃいい香りする。これはねごま油とね卵、黒胡椒も効いてますね。であとニンニクね、キムチも効いてるし。そしてもうたまんないので、このこの香りで一杯いただきます。フライング飲酒ですね。はい。そして、まあ、ちょっと鉄製だからちょっと熱くなりがちなんで、はい、かぶせてよっと。これがねすごい綺麗にいくんです。ほら完璧じゃない、この丸さ。でトッピングです。僕の場合ね、ちょっとね、あの紅生姜代わりにここで追いキムチ、まあ、これはもうお好みで結構です、まあ、これぐらいあればいいかな。でここに小ネギでもかければ、ほらどうですかこれ。めちゃめちゃ美味しそうじゃないねえ。どこのお店でも負けない至高のキムチは完成でございます。それではできましたので、いただきます。いただきます。あーうん、あーうん、ちょっと待ってくださいね。すいません、ビアで。すいません。じゃあいただきたいと思います。いただきます。香りがまずやばいんだよね。うーわ、ちょっと待って、やばい。俺もうね、カメラの前じゃなかったら泣いてるな、これ。めちゃくちゃうまいね、これね。しこのじゃんっていう600万再生されたやつ、あれもまあ、味の素使ってるんですけど、匹敵するぐらいうまいですね。はい。遜色ないです、本当に。キムチの香りとごま油の香りがものすごい引き立てて、でも、うまみが半端ないっていうところが、最高ですね。で、キムチも、最後に添えたキムチと、最後に生で加えた、玉ねぎあったじゃないですか。あれの食感がすごく楽しい。だからね、簡単に作りましたけども、非常に奥深い作品になってると思います。作品って言っちゃった。アーティスト気取りかっていうね。じゃあここで味変いきたいと思います。これはね、ラー油いかせてください。ラー油って、基本的にごま油をベースにしててですね、炒めた時のごま油とそのままかけた時のごま油の香りで全然違うんですよ。でラー油っていうのは唐辛子の香りも入ってますんで、これをね最後にかけることによって非常にパンチをもたらしてくれるんじゃないかと。あ、じゃあ生のキムチと一緒に、あ、これいただきます。うまっ。この辛みが足されるといいですね。キムチチャーハンなんで結構辛いような感じするじゃないですか。でも辛みってキムチだけなんでそんなに辛くないの、これね。むしろね、あの甘さが立ってる感じなんですけども、でもですね、これラー油をかけることによって香りと辛さが足されるんでめちゃめちゃ美味しい。くー、しかもビール合うなこれは。本当にチャーハンでチャービーです。皆さんチャービー流行りますよ、皆さん。これはね、僕のチャーハンレシピの中でもね、かなり上位です。ということで、徹夜！いらっしゃい！やばい！キムチャーハンということで。キムチャーハンです、はい。いただきます。やってください。もう、ごたくはいらねえ。このキムチチャーハンに。いただきます。はい、うめえ。うまいだろ。もう、ど直球でうまいでしょ。いやすごいね。キムチを炒めて味凝縮させるのが、キムチと豚バラのうまみと俺の相棒だから、相棒。、はい、チャーハンレシピいっぱい持ってるけど、全部味の素使ってるんだよね。いや、まあ、だから米と卵と油の、あの相性が味の素良すぎんのよ。なるほどね。そう、鉄板すぎて他の調味料あんま入れられないっていう。キムチチャーハンなんか自分でもたまに切ったり全然しないから、ちゃんとやっぱ手間かけてやるとこういう感じですごい食べやすくなるんだなっていうところもあるし、そうそう、なんかキムチさ、おっきいのがさ、ご飯の間挟まってるとさ、なんかこうボリボリ言うから、俺あんまりなんかチャーハン感なくて、そうそう、あれって焼き飯みたいな。チャーハンはやっぱりこの刻んで炒める、これなんですよね。味付けもこう味の素中心にしっかり入れることでこんなに繊細な味になるんだね、キムチちゃんって。
そう、だからよく味の素入れると何でも味同じになるっていう人いるんだけど、嘘だからね。あれは味の素を使ったことない人が言うことなので、味の素を熟知すれば熟知するほど素材を生かすっていうことに気づくんだよね。それをね、日本は気づいてないのよ。もう味の素が旨味のベースで、旨味のベースがあるからこそ素材の香りが生きるんだよっていうのをいつも言ってるの。これ言ってる俺しかいないのラー油バージョンも食べなさいよパラッとパラッとパラッとラー油、もうこれがね、これとビールですよ。ビール、はい。全然合うね。いやもう合わんわけがない。合わんわけがない。唐辛子とごま油成分だから、だからこれがもうパンチを効かすんだよね。お酒飲む人はもうこっちでいけたいと思います。なんかもっとベチャっとか脂っこくなるんだなって思ったけど、全然そんなことない。いや全然そんなことない。チャーハンは油をいっぱい使うとベチャっとするとか脂っこくなるって思われがちなんだけど、これがね、卵とね、油が交わることによってすごくチャーハンらしさがね出てくるわけですよ。卵と油って大事だよね。マヨネーズの原理だから、これ。あ、でそこに味の素ですよ。ああ、うまみがもう入れば無敵ということで、今回は至高のキムチはこれめちゃめちゃうまいんで、はい、ぜひ皆さん試してみてください。あれ俺ちょっとテンション上がっちゃったね。上がったね。じゃあ俺ね、味の素のことになるとねテンション上がっちゃうんだよね。止まらない。やっぱあと3本取らなきゃいけないんだけど、俺大丈夫かな。